団長に会ったらどうするつもりだ。やはり戦うのか。戦いたくないというのもあるが、戦ったところで勝てるとは思えないというのもある。あの方は強い。何度か手合わせしたが全く歯が立たなかったくらいだ。そんな人と本気でやり合ったところで勝てるわけがない。明日が勝てるよう神に祈っている。それに私も戦う、明日と一緒に。
すまない、私としたことが足を滑らせるだなんて。こうしているとこの前の夜のことを思い出す。私あれからその時のことを思い出すだけで体が妙に熱っぽくなってうずうずするんだ。アス、私はやっぱり前と変わったかな。ありがとう。前は自分が変わることが怖かったけれど、実際そうなってみるとなんだか怯えていたことがバカみたいに思えてくる。そうだろうか。先に進もう。我が主、ご主人様、やはり私の手の中から力はこぼれ落ちていく。もう止めようのないことなのかもしれません。これはですからお別れです。私はあなたのことが本当に。アス、どうした？何を言っている。ここには私たち以外誰もいないぞ。ああ、アスカ。今のところお互い無事なようだな。しかし団長のことは気がめいるな。それに今までずっと裏切られていたのだと思うとやはり許せないものがある。なんだここは。地面が凍りついてまともに歩けやしないじゃないか。何か恨みでもあるのか、この山は僕に。リゼルド、君なんかに心配されずとも僕は平気だ。しても大変なことになったものだな。まさか団長が敵国の人間だったなんて。実を言えば僕は前々からそうじゃないかと思っていたんだ。
してしまったな。僕の華麗な推理を一般人なんかに簡単に披露するわけにはいかないからな。しかし今何より問題なのは君が切り込み部隊に踏み入れられたことだ。おい、どういうことだこれ。何が実力だ。腕を張りながら堂々とそういうことを言うな。偉そうに。今に見ていろ。確かに最近は君にばかり活躍の機会を与えてしまっていたが、近々僕は大活躍する予定なんだからな。予定だ。いつか君の鼻を明かしてやるからな。その時を待っていろ。うわっ、くそ、また足が滑って。うわあ。Thank you.
Yeah.